想像を超えたクレーム量のクレームが来ているようです。コロナ後のリゾートのマーケットは僕はすごくありがたいんですよね。なるほどね。緊急事態宣言が出てそれが全国に拡大しちょっと予想を超えた部分っていうのはやはり各地方自治体がですね、東京だけではなくて、大都市圏だけではなくて、地方自治体のこう観光地側が、自治体が、ちょっとウェルカムしない姿勢にこう変わりまして、1年半で私たち計画を立ててるんですけども、その中でも一番事業的には厳しい。1週間ずつ状況が変化していって、やっぱり手が後手後手に回るので、本当に、すごく判断が難しい時期だと思っています。僕も星野さんのインタビュー読ませていただいたんですけれども、特にですね、東京都知事が自粛やってくれというのを、政府に要請して、政府がもう全国的に緊急事態宣言を発令するに至って、状況は多分相当大きく変わったことはすごくよくわかります。特にその地方が、岡山県知事が来るなと。岡山に来たら石投げてやるぞぐらいのことを言ってたりとか、徳島県が県外ナンバーの車を見つけたら容赦しねえぞみたいなことを言ったりとか、今は絶対来ないでくれと、でも落ち着いたら来てくれとか、ちょっと知り滅裂なことを言ってたりとか、地方自治体に来ているクレームの量がおそらく想像を超えたクレーム量のクレームが来ているようです。いろんな自治体の首長さんとかにも聞いたりとか直接聞いたりもしてるので、田舎町でそんなクレームなんか町民から来ないのに、未曾有の災害のようにですね、すごいクレームが来るらしいんですね。なんと言ってもやっぱりその首長さんとかはね、選挙で通ってる方々なので、町民とか市民の声にはですね、逆らえないみたいなところがあるので、割と私は過剰反応しているように感じますが、それが影響して観光は一番打撃を受けているような感じですね。一番悪い業界の一つが観光だと思ったんですけど、観光がダメになると、そこに投資している人たちの投資家がそのうちダメになる。投資家はそれお金借りて投資してますから、お金を返せなくなると、この金融機関が今度ダメになってくる。他の業界にもですね、それ波及していくわけですよね。他のセクターにもですね、悪影響を与えると私は思ってます。県外ナンバーの車を見つけたら退治してやるみたいなのも、これ明らかに行き過ぎてるというふうに思うんですけれども、行政からお墨付きを得ているような状況になっているので、意識の御旗のようにそれをかざして攻撃するみたいなところになってるんですよね。いつまでこの状況が続くのか、この状況をずっとみんなが耐えられるかというと絶対耐えられないと思うので、どこかでまあいいんじゃないのみたいな雰囲気が出てくるとは思うんですけれども、それがいつなのかというのはなかなか読めない部分ありますよね。最悪のシナリオに準備するというのはこれだけ大事だと思っていて、その都度楽観的な対応していくと、最悪になった時にですね、やっぱり持ちこたえられないので、とにかく1年1年半期間かかるんだというふうに踏んでですね、最悪なシナリオを描いてるんですね。社内でこれ公開している資料なんですけど、需要予測っていうのはしてましてですね、これが私たちが今1年1年半の間でどうなっていくかっていう予測をしてですね、ゴールはですね、治療薬ワクチンの誕生だと僕は思ってます。治療薬ワクチンが誕生すると、もうかなり今の問題は解消するので、これに対して1年1年半っていうのを私は設定していて、感染者数は何といっても医療崩壊は避けなきゃいけないっていうのは、もうこれ政治的に仕方のないことだし、地方においても理解できることなので、医療崩壊が起こる範囲に近づいてくると急に自粛すると、数はゼロにならなくても感染者数が減ってくると緩和の時期に向かうと思うんですよね。その時には観光需要っていうのはある程度こう出てくると、第2波第3波っていうのは来るっていうふうに言われてますが、そうするとまた自粛に入り緩和に入り、自粛に入り緩和に入り、でその度ごとに私たち社会はね、感染拡大を防ぐノウハウがついてくると僕は思ってるんですよ。ウイルスに対する知識がですね、もうめちゃくちゃ増えたんですよね。第2波第3波の時には第1波の時よりもですね、なだらかに拡大していく、で早めに自粛に入るっていうようなことをですね、私は繰り返すんじゃないかなとちょっと思ってます。なのでこの緩和と自粛を繰り返す波の中で、需要もですね、アップダウンを繰り返しながら治療薬ワクチンの誕生を待つと、数のコントロールさえできれば感染者のですね、内需はそれなりに出てくると思っていて、そこをうまく捉えて、もちろんコロナ前の需要には戻らないと思います、この治療薬ワクチンができるまでは。だけどもその間の需要だけでやはり観光産業が生き延びていく策を考えなくてはいけないっていう、こうゆるゆると回復してくる一定の需要、そこを取り込むにはどうしたらいいかってことを
今必死で社内で考えてまして、治療薬ワクチンが出るまでは一生自粛しなければいけないという結構過激派的な人たちっていうのはいると思うんですね。県外に車で出かけるのがダメだとか、近所の公園を散歩するのがダメだとか、何をするもう息を吸ってる間マスクをしてなきゃいけないとか、実際自治体にそういう人たちの声が届いてるからこそ、首長もそういう人たちに支持されてると思って、県外から来たら犯罪者ですよみたいなことを言ったり多分するんだと思うんですけれども、緊急事態宣言が終わっても続く可能性ってないですか？コロナウイルスによる健康被害っていうことももちろんあるんですけれども、経済を止めて死なせてしまったら本当に食べれない人が出てくると、私はもうそちらが社会に与える影響が徐々にこう出てきて、かつ私たち今情報を聞いていて、世界のこれ事例がですねどんどん入ってくるんですよね。世界はある程度こう感染を拡大を止めた段階で、経済の再開に向けていろんな動きが出てくるんですね。もちろん段階的な経済再開をしようとかですね、一回こう感染した形跡のある人たちに対して証明書を出してそこから復活させようとかですね、とにかく経済を1年1年半止めとくってはいかないので、経済が死なない範囲の経済活動と、それから医療崩壊を起こさない範囲での感染者の数のコントロールっていうのを両立させるっていうことはですね、今社会全体として必要なんだという形に必ずなるっていう。ということは今ちょっと非科学的なことを言ってる人たちもそれに同調していくってことですか？今言ってる人たちが大半だと私は思ってなくて、今そういう人たちの声が大きくこう聞こえやすいってことだと思うんですよね。でも聞こえやすい状況がずっと続かない、ここは何か風向きが変わるってことです。感染者数自体は検査すればするほど感染者数って増えていくわけですよね。実際にはいろんな抗体検査だったりとか無作為の PCR 検査だったりとか、そういったものをすると感染者数は今顕在化している人たちの少なくとも10倍はいるというような、検査数イコールそれに比例して感染者数って増えていくはずなので、その辺が KPI になってるとかなり厳しいと。死者数とか重症化数ですね、こういったものを抑えるようなところが指標になっていき、しかもまあ病床数が増えてそれを検査する体制というのも拡充されてますよということをこうアピールできるようなことをやっていかないと、感染者数は多分ずっと増えていくんで、累計の数とか出してたら絶対増えていくんで、数が多いってことは心配な材料よりも集団免疫に近づいていってるってことですから、抗体検査したら実は10倍いたとか20倍いたってことであると、言われている致死率はもっと本当は少ないってことなんですよね、はい、抗体検査をして実はこうだったんだっていうことはですね、安心につながっていく可能性もあるんじゃないかな。危険というのはその人命が危険にさらされるということではなく、経済を回している人たちが危機にさらされるっていうところの問題なんですけれども、 COVID-19 のさらに変異型、大きな変異型が出てくる可能性であったりとか、強毒性のインフルエンザが出てくる可能性だったりとか、無症状の感染者が感染を広めてるんじゃないかという、 SARS の患者はほとんど重症化しちゃうので、すぐに見つけられてすぐに感染防護策を取ることができて、実質的には中国で感染を防げたっていう封じ込められたっていう現実があったわけですけども、今回のウイルスというのはそこをすり抜けて世界中に広まったわけですよね。逆に衝撃で、このウイルスにこんだけ人を怖がってしまうんだ、あるいはその怖がった人たちの声に押されて全世界鎖国みたいなことになっちゃったわけですよね。これに類するウイルスは原理的に言うと絶対出てくるわけですよ、今後も。しかもこれだけグローバル化した社会なので、もしかしたらその出てくる周期は5年とか10年周期でこういうものが新種がバンバン出てくると、そういうことになった時に社会を果たしてどのような反応を示すのか、世界中ロックダウンみたいな状況になってしまうのか毎回毎回だとすれば、観光産業なんかやってらんないわけじゃないですか。飲食と観光とかイベントとか、そういう産業というのはもうこれなくならざるを得ないような。次回はですね、僕は相当世界を学ぶと思います。あっという間に世界が鎖国に入ると。そういう意味では、拡大の規模が人類が学ぶことによって、もうちょっと抑えられる可能性があると思うんですね。鎖国時代だった江戸時代っていうのは、実は観光は結構ですね、宿場町は盛り上がってたんですよ。観光の需要って海外から飛んでくるっていうマーケット、日本はこれ全体の観光市場の大体 18% ぐらいですね。日本から海外に行くっていうマーケットが 10% ないぐらいなんです。一番大きいのはやはり国内の人たちが国内を観光する。高度経済成長の時の日本の観光は国内だけだったですし、今回僕が学んだことはやっぱりリスクを分散しなきゃいけないなと。観光っていうのは伸びてるからもうインバウンドにワッと行くんだっていう、地元のお客様も大事、大都市圏からのお客様も大事、海外からのお客様も大事だね。
マーケットはこういう時に4つあるって見てまして、4大都市圏の人と4大都市圏以外の日本人ですね、訪日外国人、そして日本からですね、実は海外旅行に行っているんですよね。1800万人以上行っているんです。まず市場規模がですね 16.1 兆円あるんですね。観光市場、日本国内で使っていただいている観光のお金なんですけど、なんとインバウンドっていうのは実は 4.5 兆しかなくてですね、細いのがですね、日本人が海外に出てってる人たちなんですけど 1.1 兆円あります。でそれをちょっとこう分解してみるとですね、日帰りと宿泊に分かれるんですよ、日本人には。日本国内における需要の20兆円あるうちの3分の1ぐらいが日帰りです。この宿泊をぶった切ってみますとですね、4大都市圏の人とそれからその他の地域なんですけど、実はこの4大都市圏よりも早く戻ってくるのがその他の地域なんですね。つまり簡単に言うと、青森市にいる人たちが青森県内を旅行し始める、長野県にいる人たちが長野県内を旅行し始める、沖縄の那覇の人たちがじゃあ沖縄本島の中のリゾート地に宿泊に行く、これが先に戻ってきた後に4大都市圏っていうのは戻ってくるんですよね。でこれって結構でかいんですよ。なんとインバウンド市場よりも大きな規模があるぐらい。なのでやっぱりこれからの観光っていうのはこう分散して、投資もそうですけども、分散して集客をしている施設っていうのはこういう危機が起こった時にやっぱり強い。私ここがマイクロツーリズムだって呼んでるんですけど、15分先に温泉旅館あったよね、だけど15分先だから泊まったことないんだけどっていうところにいかにいらしていただいて一泊していただくか、このニーズってすごく面白いんですよ。プラスアルファって何かっていうと、 1.1 兆円の海外旅行、それ日本で払って海外行っちゃってる人なんですよ。それを、まあ、全くしばらく行けないんです。例えば長野県内から海外旅行に行ってた人もいるし、青森県内から海外旅行って人もいるんですけど、その人たちは当面行けなくて、まず近くの観光に移ってくるんですよね。3000万人は失いましたけど、1800万人は戻ってくるんですよ。ですから意外にここがなくなってもですね、こういうマーケットは日本国内にあるんだっていうことは私たちは認識しなきゃいけないし、その中でも早く戻しやすい人たちと戻りにくい人たちがいますけれども、戻しやすい人たちは意外に近いところ、まあ、県をまたがないような観光というんですかね、っていうのがこのマイクロツーリズムと私が呼んでるところなんです。今後ですね、私はベースがあって魅力がある。ベースっていうのはですね、実は3密なしの滞在なんですよ。当面これからは3密回避ができているかってことがですね、観光の行き先を選ぶ基準になると思います。泊まる宿を選ぶ、これをしっかりできるかどうかっていうのが観光業界のポイントなんですね。国内観光が戻ってきたらまた感染者数がそれが増えたっていうと、またこう自粛期に入っていくので、悲観してですね悲しんでる場合じゃなくて、早くここを準備する。日本の高度経済成長とか、私の親父の時代とかその前の時代っていうのは、実は山の旅館に行くと海のものを出してたんですよ。海のところに行くと山のものを出してた。なんでかっていうと、地元のお客さんが多かったからなんですよ。やっぱり地元の人たちにとっての非日常って何なんだろう、上げ膳据え膳なんてことが、まあ、ニーズになるのかもしれない。見直して考えてあげるってことをやると、その早くマーケットが戻ってくる。各自治体でできますから、各地域の感染者数を増やさずに3密回避の滞在ができて、そして地元の人たちにこのコロナ自粛ストレスをですね、少し緩和して差し上げられるような我々の課題であり、それをやることによって結構大きなマーケットがですね存在しているんですよね。新しく作ろうじゃないんです。今までもあったし、それで海外に行けなくなった分戻ってきますから。26兆円っていうね、巨大の観光市場がある中で 4.5 兆しかないわけですから、これがなくなったことで観光産業大変だろう大変だろうっていう人いるんですけど、実は私これ 18% 程度、 20% 以下なんですよね。日本人が海外に出てって使ってるお金も3兆円ぐらいありますから、これがいけなくなっていて、まあ、これ総裁するとですね、4.5 兆失ってるわけではないんです。これ生き残れる業者っていうのは多分少ないと思うんですね。もともとそんなに経営状態が良くなかったところにこの追い打ちで潰れたみたいな、他の会社も結構厳しいところは厳しいですよね。その人たちがいなくなった時にも、需要が回復してきた時に、ある意味チャンスなわけですよね。オリンピックが1ヶ月ぐらいのイベントなんですけれども、過去10年間でホテルの部屋数が急激に増えたんですね、供給量が。増やし方っていうのはやっぱりちょっと安易だったと思いますよね。一番運営が簡単なホテルのタイプ、つまりリミティッドサービスホテルっていう、レストランもなくただ部屋だけっていうホテルが急に増えて、民泊が増えて、たった1ヶ月の需要で投資の採算なんか合わないんですけど、ムードだけでホテルに投資してきたっていう背景があったので、これから投資家も慎重になると思います。マーケットはもう完全に戻ってくると思いますが、分散して集客できる。だから日本の温泉旅館って非常に強いんですよね。4大都市圏もいるし、インバウンドの人も非常に満足しているっていう。東京の今まではリミティッドサービスホテルが注目されてたんだけど、日本のその温泉地の温泉旅館って強いよね。温泉旅館のもう一つ強い理由は供給に制限があるということですね。温泉が出ないと
建てられないですから、ただ土地があればどんどん建っちゃうっていうことでもないっていうのも、まあ、投資家にとっては非常に安心できる投資に変わっていくんじゃないかな。どうやってリスク分散するの、こういうことが起こったときにどういう運営をするんですかみたいな、運営会社に対する評価もだいぶ変わると思いますね。外資系の運営会社はやっぱり全然対応できてないですよね。弱さを露呈したと思っていて、もっともっとその日本の国内に仕組みがしっかりある運営会社っていう、私たち の評価を高めていくチャンスはあると思ってます、ね、たくさん作って供給過多になってしまったリミテッドホテルの行く末はどうなるんでしょうか。リミテッドサービスホテルっていうのは供給過多になる状況っていうのは、世界の大都市っていうのは大体供給過多と需要過多を繰り返していくんですよ。需要過多の時に投資家はですね、現状のマーケットを見て結構稼働率がいいからじゃあ作ろうって言うんですけど、競合が作ろうって計画があるの知らないでみんな一緒に作りますから、気がついてみると供給過多になってるんですよね。供給過多と需要過多は繰り返すんですけども、供給過多になった時っていうのは大体新しく建ったところが困ってしまうんじゃないんです。一番古くて競争力のない人が困っちゃうんですね。足されて新しい施設が今増えてきてますけど、そこを投資した人はこれ損します。もっと投資しただけのリターンが得られない、単価が取れない、単価下げざるを得ない。世界の大都市のホテルの発展を見ると、供給過多は意外に新陳代謝に貢献してるんです。新しいところが、まあ、投資に見合わなくてもちゃんと誕生して残って、建て替えなきゃいけないところが、まあ、建て替えに入ってかざるを得ないとか、ということはもうそこで廃業しちゃうわけですね。廃業するなり、やった見方をする、新しい業態のことを思いつく投資家が買ってですね、一気に、うん、改装したり、新規のホテルに投資した投資家を大損すると。損はしますけれども、損は しながら値段を下げて、その新しければ稼働しちゃいますから、結果的にそこからまた供給方から10年してみると、その都市のホテルの競争力にはつながっていくんですよね。都市のホテルアコモデーション そのレベルが上がっていくっていうのは、過去100年ぐらい見るとですね、世界中の都市の特徴だったと。今は本当に余裕のある人たちっていうのはいろんなチャンスがあると思いますね。クリエイティブなアイデアが出てくる時なんですよ。人と同じものを持っていても集客できないと思えば、なんか差別化していかなきゃいけないですから、そのいいアイデアがあるとそこに投資家がついて、すごく面白い時期に入っていく可能性はある。国内観光需要っていうのは必ずある程度戻ってくるはずなんですよね。この需要の新しいニーズに応えるっていうのは私たちの役割だと思います。新しいニーズっていうのは3密回避、それはお客様にとって安心を与えるだけじゃなくて、地域の人々、観光地の人々にとっても安心していただけるサービスになっていきますし、なんといっても我々雇用を維持していくためにはその需要をしっかり捉えて、チームの力の見せ所だと思いますね。私は組織の力をみんなで早く変化できるか、逆にそのこのコロナ後のリゾートのマーケットは僕はすごくありがたいんですよね。なるほどね。